ホテルオークラ東京米は東京ディズニーリゾート内にあるオークラホテルズリゾーツのホテル。東京ディズニーランドに隣接するアーバンリゾートホテルとして第一生命などの出資により建設された。設計はアメリカのゼネコン、ベケットインターナショナルと鹿島建設のジョイントベンチャーで、建設当時はアメリカゼネコンによる日本進出として大きな話題となった。また、 インテリアはハワイのハレクラニホテル等で知られるデザイン会社メディアファイブがデザインした。当初はリージェントインターナショナルが運営するリージェントパークホテルとして計画された。このためリージェントの特色である1分で満水になる強力な給水機構を備えたバスタブと代理縛りの広い浴室を備えている。しかし開業直前にリージェントが運営から撤退し、 代わって第一ホテルが運営を受託して、1988年7月8日に、第一ホテル、東京米として開業した。第一ホテルの経営破綻に伴い、ホテル経営会社が第一ホテルとの運営受託契約を解除して、ホテル大倉に運営を委託し、2002年4月1日に、ホテル名を、ホテル大倉東京米と解消した。同時に、経営会社も、 株式会社第一ホテル東京米から株式会社ホテルオークラ東京米に社名変更した。経営会社である株式会社ホテルオークラ東京米には現在東京ディズニーリゾートを経営、運営するオリエンタルランドやホテルオークラなどが出資している。軽い食事から本格的フランス料理まで幅広いメニューが用意されている。ありがとうございます。